本編は総称3アーキタイプインセプション後編のネタバレを含む内容となります。ネタバレを踏みたくない方はブラウザバックをお願いいたします。それでは本編へどうぞ。伴侶名乗ってたけど母親やれる？大丈夫？やれます、ね。過保護になりそうではある。近隣に保育所幼稚園公民館小児科と揃えます、ね。そもそも何が生まれるのか。元気な子やが、息子に過保護でうざいとか言われるんだ。建築なんてダッセーんだよ。お前の母ちゃんバニーガール。割とちゃんと母ちゃんになりそうだな。恋人やってるうちは甘々だけど母ちゃんになるとかカーデンカになりそう。彼女が結婚してから変わってしまった。生々しいわ。恋人としては甘々だけど子供できたら尻に敷きそうなのはわかる。子だくさんなイメージはないな。多くても3人くらいになりそう。子供への教育は厳しそう。世界の3大都市を早々に覚えさせられるんだ。途中までいいけど巣立たれる時にすごい泣きそう。永遠に我が家で暮らしましょう。ね、人類悪ていそ。あなた、息子が積み木でこんな戦場的なお城を作って、どうしましょう？ちゃんと教えるべきでしょうか。レゴお城シリーズ。あなた、息子が姫路城の中を見たいとセクハラしてきます。大丈夫？ニコライみたいな年人間が生まれない？まあ良いお母さんにはなるよ。子供は大事にするし必要な時はちゃんと叱りそう。お母さんじゃなくて母ちゃんになる進化しそうなのが。授業参観、目いっぱいおめかしします、ね。先生、校庭に行ったスモールワールドが、何が生まれるんだー。カルナが一言足りない余計なこと言ってから5対1になって助けてトラマカ好きになる流れ好き、みんな仲良しだよね。友達か？仲間です、ね。ちょっと後ろめたさあるからあれで水に流そう的なうっすらした共通意識好き。まあキアラのお守りしてたカルナさんとかも大概だし変にネチネチ攻めても仕方ないから、この辺はカルナさん自身も言ってるからな。義理が対戦士だから仕方ないってなるカルナ、それでいてお前守ってもらう必要ないだろって柔軟だし。実際カルナさん自身もしばらく敵についてた俺らもちょっとねみたいなこと言ってる場面あるし、みそぎというかレクリエーション的など付き合いで一回帳消しにしとこっかみたいな部分はあると思う。ジョフクちゃんもずっと掃除してただけだしな。結果だけ見れば有能な20スパイ実態は普通に裏切りに、とりあえず都市のセキュリティはガバイ。なんだかんだいい感じの関係性になってたのに記憶消えちゃったの悲しいな。むしろスレガはこっちよりドバイにちょっと謝れよお前ってなるムーブだし。しっかり裏切っといてなんか全て託された感ある顔しながら後を継ぎますとか言ってるのはなんだこいつってなる。でもまあマイルームだと仲良しだからわかるってばよ。してドバイについて重要拠点の防衛引き受けたと思ったらデート気分でグダゴ一行通すのはちょっと怒られてもよかったと思う。初期時点だとドバイに着くのが最善なのはそれほど間違ってないんだ。何せすでに積んでて滅亡プラン決めないと選定対象な世界なんだから。その上でカルデア勢が丸ごとなんとかできるならそっちに着く方が BB ドバイのためにもなるんだ。一部6章のランスロットみたいなムーブしてんな。湖の騎士と湖の精霊。湖に対する深刻な風評被害が。同盟は破棄された。って顔好き。まあドバイちゃんも怒らないだろう。かかってこい、ザ、ですよねって思うなら言うなや、ってなったけど、こいつ多分短期で複数相手って得意とするとこだよな。で、実際カルナさんはともかくそれ以外には基本的に優勢に立ち回れるくらいの設定的な自力はあるだろうからな。本気になればほぼ全員を激流ではめ殺しにできるからマジでじゃれ合いだろ。カルナさんもドバイでだいぶ浮かれてるよね今回。わし様がいたのもあってだいぶ伝承通りのやんちゃボーイの顔が見え隠れしてた。熱を出してたショートベルカルナさんが怪しいくらいで相当やばいからなこいつの水流。違うがのところ好き。今回いろんなサバがすっと現れてセリフウィンドウじゃなくキャラ絵にそのままセリフ貼り付けるの好きだった。やっと来てくれたんですねトラマカ好き。待ちましたよって顔してるのいいよね。手の地さんドバイフレームを頼みます。おう、アストラマカ好き。考えてみると全部なかったことになったから、本人の預かり知らぬところでポカ2期から都市国家同盟破棄されてるのだいぶ面白い。まあポカはなかったことにしてくれんだろうからな。まあ結果としてはカルデアその他のおかげでムーンドバイが選定されずに済んだして後のムーブも BB ドバイ的には問題ないはずさ。結局は投げてよこしたものが何か明言されなかったな。されなかったよね。まあ9割の人が想像ついてるだろうが、異難とか、記載された住居はメキシコ下月の土地か、事実上の婚姻届だな。まあほぼほぼ水着の絆霊装の一つ前の段階だと思う。絆霊装では自分の名前を先に書いた上で丁寧に教えているから学習したっぽいし、女福ちゃんは裏切ってないだろ。あの海女から逃げられなかっただけだ。その証拠にグダたちと一度も戦ってない。敵への従属行為は裏切りと認識されるのが普通だぞ。中立国には経済行動での中立義務や領地が戦争当事国に利用されないよう管理する義務が求められるように、戦闘以外でも協力することは許されない。現にウクライナ侵攻においてもロシアと取引してる中国企業へアメリカは制裁しまくってるよ。そういう話をしてるんじゃないんだよなぁ、というのを前置きした上で、それは中国企業とやらは自らの意思で自らの利益のために取引してるからじゃないの。女福ちゃんのは、ギャグ調とはいえ、脅迫を前提とした強制労働だから事情が違うよ。カルナもドバイも許すだろう。それはそれとしてスオレよハチドリ。あのバニー姿が正気だった、と。も含めて面白すぎて絶対飽きないよねこの子。移住届け出したい。こいつマジで好き好きトラマカ好きが一貫してんな。このでけえ年の英霊が未だに心を掴んで離さない。でも、〇〇はでかくないですよね。増設したいってことですよ、ね。なぜ年が英霊に、と思ったら湖の精霊が年と同化した存在だったのね。多分設定上巨大年は大体霊脈の上とかだから手の血みたいな精霊いそう。人類史において死んだ年も割と珍しいかも。まずポンペイだな。富士山の樹海の溶岩の下にもなんかあるって噂があるが、ダム湖に沈んだ村も元霊くらいにはなれるのか？ダムに沈んだ村としての知名度があれば多分、海に沈んだアトランティスとか、豊富でマスターへの愛を叫ぶ女。最初発表された時カルデアとの戦いで愛しきトラマカスキとやらを失うんだと思った、グダのことだった。普段の言動もバレンタインイベントの内容も絆霊装も全てしっとり癒やしい。スレガのマイルームボイスからするとコンスタンティノープルもザニーそうだよね。なんで世界は核もマイケルに厳しいのだろう。年の擬人化なら女神コロンビアも実装してくれよ。前にアルテラがやってたぞ。次のトレンドは年娘か大きく出たな。未だにトラロックで名前を覚えている。三条を重く見たチェーテ城とピラミッドと姫路城がそれぞれなんとかしようと立ち上がる過程で合体、褐色うたべた引きこもり娘に。でけえ年の宝具は血で敵を流してるんかと、最初思ってたわ。マテリアルだと儀式祭壇の血で流してるみたいよ。マグマのシャワーとも言ってるけど、滅んだ年の知名度としてはポンペイが強すぎる。規定にはなれなかったけど晴れて11階建てになったよ。この年なんでか知らんけどいっぱい増築された。宝具効果にフィールド特性都市追加しても良くない？ネロだけのための特性だけど、あ、水辺でも OK ならいらんわ。うち1階建てだけどその間にロン毛のグラさんが3人来たから。まあ飲めよジョッキ。それは死のじゃないか？蜜ろポチ取りは言葉で聞くと意外と簡単に頭に入る。トラロックはトラロック部分がほとんどないのがちょっともったいない。トラロックはケツあると双壁をなす神なのに、まあ双壁とは言うけど壁はトラロックだけだしケツあるはケツもあるし壁じゃないけど、めんどくさいから手の血でいいよね。100年後にはペンタゴンやホワイトハウスも英霊になってるよきっと。まあ年出した分チェイテ城とのコラボはするだろ。英霊の中でも特殊すぎる霊だし、受肉したら人型固定だよね。よその18禁芸では主人公と擬人化した白がいたしたら小屋が生まれていたなぁ。いやでも手の血は年の名を冠する精霊だから反精霊が生まれるくらいで、親戚の何やってんのかわからんけど金のあるテスカトリポかおじちゃんからお菓子もらう子や、母屋になるくらい簡単ですよ。年の、精霊の、子ってなんなんだ、困惑。人間体でいたすのだから、子供も人間体でしょ。自認が歳になるかどうか、パパと結婚する、じゃなく、大きくなったら自分に住んで、と言ってくる。人間と人外のハーフもいるわけやし、歳とのハーフだって。皆さんは、手の血が伴侶名乗ってたけど母親やれる？大丈夫？についてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。ぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。